スタジアムは素晴らしいコンディションになりました。実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしました。生放送でお送りする明治安田生命 J1 リーグの一戦、 FC 東京がベガルタ仙台と戦います。この空気感がたまりませんね。僕も選手だった頃はキックオフ前の時間が一番緊張しました。この一戦もなかなかいい試合が期待できそうです。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。一般的な 4-3-3 ですね。ウイングにいる選手が攻撃を活性化させます。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。試合が始まりました。 FC 東京のキックオフです。ドリブルで相手を揺さぶります。ディエゴ・オリベイラだ。前が空いている。クロスを入れたい。このボールはしっかりキャッチ。三田博隆、ディエゴ・オリベイラ、狙える位置です。シュートまで持っていきたい。1対1となりましたが、キーパーが冷静に対応します。今のは阻止されて当然の攻撃でしたね。もったいない。もうチャンスは来ないかもしれませんよ。ここは縦をつくでしょうか。このカットは大きい。しっかりと奪いました。レアンドロ、ボールを抑え込みます。三田博隆、ドリブルで進んでいます。相手ボールになります。ドリブルで崩します。1対1を防いだ。ビッグセーブです。いやー、本当によく止めましたよ。ボールを入れました。このクリアは小さい。決めに来た。ディフェンスの見事なブロックで決まるか。さあ、リードできるか。弾きましたが、ここはプレーを切りたい。ボールをしっかりとクリア。失点してもおかしくないシーンでした。室谷誠、橋本健斗、このパスはまっすぐ相手に渡ります。あっとか、これはよく見ていた。勇敢でしたね。キーパーがボールを拾い上げています。これは見事なインターセプト。高萩洋次郎、見事なパスカットです。素晴らしいタックルです。いい位置です。勝ち越しゴールなるか。
相手に当たってボールがラインを越えます。コーナーです。ボールはエリア。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。ここから狙うのか。さあどうする。いいボールが出ました。試合中盤、ここで先制点が決まりました。嬉しいゴールですね。この得点が試合を大きく動かしそうです。リプレイをご覧ください。キーパーはボールに触っていますが止められませんでした。シュートが強烈でしたね。ここまでのポゼッション率を見れば FC 東京がボールを支配していることは分かります。しかしながら効果的に攻められていないことが問題です。もっとピッチを広く使って相手を揺さぶっていかないと同点へのチャンスは作り出せないでしょう。チャンスにできるか。来たか。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。迷いがありませんでしたね。冷静でした。フィニッシュも見事です。別のアングルからご覧ください。三田博隆、橋本健斗、東京の攻撃です。サイドから勝負に行くか。何かしてきそうですが、三田博隆、このボールはキーパーが抑えましたね。前半が終了しました。スコアは2対0、2点のリードでハーフタイムを迎えます。この選手ですが、ここまでの活躍は見事ですね。分析するとよくわかります。得点したのも納得です。シュートを積極的に打っていました。後半45分、キックオフです。サイドが空いていますね。サイドからのチャンス、宮野選手を狙ってきた。キーパーがクロスボールを弾き出しました。スローインで試合が再開となります。サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。見事なシェアです。入ったかと思いましたが鮮やかに止めました。これはあるか。キーパーがコーナーキックを弾き出しました。ブロックした選手はキーパー、今度はしっかりと抑えました。相手ボールになりました。ディエゴ・オリベイラ、ドリブルで運びます。中央の選手を狙ったクロス、ボックス内へ入れてきた。合わない。クロスはチャンスになりません。ここ素晴らしいスルーパス、これを防いだ。危険な位置からのシュートでしたが見事に止めましたね。この交代で流れを呼び寄せることができるでしょうか。このヘディングは大きく外れました。フリーだったら入っていたでしょうね。裏も見えていたのか。キーパーが止めましたがボールは生きています。クリアが足りないか。これは惜しい。ゴールポストに当たりました。
小川亮へ。これは見事に奪いました。ここはよくスペースが見えていました。スペースに出しましたが、これは精度を欠いたか。入った。こんな近くで持たれたらなすすべなしでしょう。わずかに触っているんですね。あと少しで失点を防げただけに、ここはキーパーも悔しいでしょう。赤崎周平、前に進んでいます。これは狙います。決まった。ゴール。この男を止められる者はいないのでしょうか。このゴールでハットトリックです。これでハットトリック達成。チームの攻撃を牽引しています。決定力が違いますね。チャンスをことごとくものにしています。三田博隆、パスをカット、いい読みでした。いい位置です。フリーの選手がいる。イエース、ゴール決まった。ここは旗が上がっています。オフサイドです。キーパーがうまく飛び出した。相手チームが優勢に試合を進め、ホームのサポーターたちは静まり返っています。そうですね、選手たちは試合の流れをつかめていませんね。主導権を握られている感じです。足元を狙ったクロス、勇敢でしたね。キーパーがボールを拾い上げています。長澤俊、タッチライン際を上がれそうで、ゴールが見えるか。シュートのコースを読んでいましたね。 FC 東京が選手を交代します。中を狙うか。何かしてきそうですが、中央で受けた。打てるか。これは入らない。決まった。と思いましたが、運がなかったですね。サブの選手がピッチに向かいます。中の選手を狙ってきた。ゴールが決まった。このクロスはチームがうまく機能している証拠ですね。またしてもゴールです。これで大きく勝利を引き寄せました。今日は素晴らしいパフォーマンスですね。全てにおいて相手チームを上回っています。この角度からも見ましょう。残り時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。これは相手にパスしてしまいました。これはサイドを上がれそうです。中央はフリー。クロスは届くか。ゴール。ゴールの低い位置を狙ったいいシュートです。うまくコントロールしてスペースを作っていますよ。それでこのシュートですか。これは恐ろしいですね。よく合わせましたね。素晴
晴らしいボレーです。試合も終盤に差し掛かりましたが、厳しい展開になっています。橋本健斗、ここで試合終了です。今日は素晴らしい活躍でしたね。ハットトリックは最高でしたね。勝利に大きく貢献しました。